ようみんな。今回はドラゴンクエストタクトやっていきまーす。じゃあ早速スタートしていこうか。お願いします。このゲームをプレイするには利用規約に同意していただく必要があります。まあだいたい4だから、このまま始めまーす。ダウンロードあんのか。マジかよ。ダウンロードあんのかよ。早いかな。早いな。早そうだね。ラッキー。ほい。スタートいける？じゃあ改めて、スタートしていきましょう。よろしくお願いします。どこからともなく、不思議な声が聞こえる。聞こえるか。聞こえるか、私の声が。私はそなたをこの世界に呼び出したもの。かつて人間とモンスターが仲良く暮らしたこの世界に、再び強大な闇が迫ろうとしている。どうか救ってほしい。私が愛したこの世界を。このタクトをそなたに託す。タクトを使えば、そなたに味方するモンスターに指示を出せるはず。そのモンスターと心を通わせ、協力し合い、大いなる闇に打ち勝つのだ。さあ、目覚めの時だ。誰だろう。女神的な感じだと想像してたけど、どうかな。え？死んでる？あれ？息をしてるし、寝てるだけ？起きて！起きてなの！誰だこいつ？誰なんだ？あー、左はわかんねえ。スライムナイターわかる。モナン殿。気を失っている人をそう乱暴に扱うものでは。だって人間なの。人間がこんなところにいるなんて不思議なの。気になるの。モナンね。あ、起きたの！こんなところで寝るなんて不用心なの。確かにな。モナン殿の言う通りです。パンだね。モナン殿の言う通りです。言えねえんだけど、モナン殿の言う通りです。この辺りは凶暴なモンスターが多い。ひとまずここを離れましょう。や、早速敵のお出ましなの。早速。早えな。む、これはいけない。モナン殿、その方を頼みます。任せるのって、まだ名前も聞いてないのに、あなた名前は？マスター、何にしようかな、名前。そうだな。はい。彼の名は、ロコエモン。で、行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。ロコエモンというのか。なんだこれは。力がみなぎってくる。え、ロコエモンが持ってるそのタクト、私たちに力を与えるものなの？知らん。だったら、そのタクトで、指示を出して敵をやっつけてみてなの。急やな。リーダー特性。ああ、リーダー特性みたいなのあるのか。モナン殿めちゃめちゃ言いにくいんだが。スライム、まあ最初の敵としては、ありきたりな感じですよね。早速、モンスターに指示してみるの。はい。どこに移動してほしいか、スライムナイトに教えてあげるの。はい。ここね。はい。次は攻撃なの。敵をタッチして、攻撃。はい。なるほど。特技も使ってみるの。あ、特技あるんだった。先行好き。おー、なるほど。はい。はい。いいねー。
強いね。バッチリなの。このまま他のモンスターも。攻撃が届かないから、まずはモンスターに近づいてみるの。はい。ここでいいかな？じゃ、待機で。失礼しました。通信が切れてしまった。申し訳ない。このまま倒しちゃうの。まあ、さっきスライムに殴られましたね。はい。なんかね、調子が悪いみたいなんだよね。HDMI が悪いのか、わかんないけど。はい。倒せない。倒せない。倒せないとってな。もう一回攻撃で。スライムナイトが最初のモンスターなんだな。ロコエモンってすごいの。とっても上手な指示だったの。まるで軍師様なの。ありがとう、モナン殿。モナン殿の言う通りです。とても動きやすかった。ロコエモン殿、そなたはどうやら不思議な力をお持ちのようだ。その力のこと、もっと知りたいの。村長なら何かわかるかもしれないの。村長ね。はい。一緒に、イブリ村までついてきてほしいの。イブリ村？行くか。モンスターの村かな。まあそうだろうな、きっと。人間と一緒に住んでんのかな。ログインボーナスもらいましたね。なんか巻物。よく来たの。ログインボーナス1日目なの。そうだね。今日のボーナスはこれなの。何それ。明日はこれがもらえるの。今日も一日頑張るの。説明ない。何？スペシャルな贈り物。10ジェムもらいましたね。ジェムはわかる。特別ログインボーナス1日目なの。今回はこれをあげるの。ありがとう。次回はチケットかな、これ。チケットで交換する感じなんかな。ジェムじゃないのかな。次回はこれがもらえるの。忘れずに受け取ってほしいの。頑張るよ。ありがとな、モナン殿。おー、仲間だ。バーサスクエスト。プレゼントクエストもありきたりだね。まあ、よくあるやつだね。スペシャルスカウト。スカウトが仲間のモンスターを捕まえるって感じかな。閉じる。村長は？村長は？これもしかしてタップするとなんか、モーションがあるみたいな感じ？プレゼント7個あんな。7個じゃねえ、1個か。全然違ったわ。ホーム光ってるし、ホーム押して？あ、ホームなのか、ここは。え、どうしたらいい？冒険？あ、ストーリーか。なるほど。仲間。レベルアップ。なるほどねー。あー、経験値がもらえるやつか、これは。経験値の古文書。まあ、スライムナイトには使わなくていいでしょう。あとあと、多分、ガチャできると思うんでね。はい！復活しましたね。いやー、めちゃめちゃ落ちる。なんでだろう、ちょっと原因を探っておきます。何かの調子が悪い、みたいだな。ストーリーをやればいいってことなのかな。ストーリー進めないと多分ガチャとか引けないよね。闘技場とかもまだ鍵かかってる。スカウトが多分ガチャかな。特技を使え。さっき使ったけどな。推奨戦闘力が107で、?170 で、今の戦闘力が180と。なるほど。報酬があって、詳細は？10ターン以内にクリア。5ターン以内にクリア。仲間を1体も倒されずにクリア。なるほど。こういうサブミッションみたいなのがあると。とりあえず行きますか。スタミナ50あるんだな。余裕だね。イブリ村の村長はガルネ様って言うのよ。いろんなことを知ってるの。はい。じゃあ行きましょう。
ガルネ様なら、その光るタクトのこと何かわかるかもなの。モナン殿。おっと、のんきに話している場合ではなさそうだぞ。新手の敵のお出ましだ。まとめて倒そう。あ、先行好きね。いいよな、ああいう範囲攻撃みたいなの。なんだろう、この普通とか早いって。動き的なもんかな。多分動きだよね。早いのかな、わかんねえな。先行好き行きましょう、早速。ほい。失礼。アラームが。よし、倒したぞ。斜めは攻撃できない。できるやつもいんのかな、どうだろう。わかんねえな、この辺。戦う。攻撃。お、ワンパン。ワンパンじゃないか。いいね。こういうの、バッチリなの。やっぱりあなたは特別なの。あ、そうそう。モンスターはね、戦いに勝つとレベルアップして強くなれるの。どんどん戦ってレベルを上げれば、きっとこの先何が来ても楽勝なの。さ、ロコエモン殿、モナン殿。イブリ村まで先を急ぎましょう。行くか。やったぜー。スライムたちをやっつけた。まあ、レベルが上がるんだろうな。だよね。レベルアップ。まあ、こうやってレベルも上げられるし、まあ、古文書でレベルも上げられるって感じか。次へ。先を急ぎましょう。遠くから当てろ。ドラキーか。お、初回クリア報酬ドラキーいんぞ。ドラキー仲間になるんだな。なるほど。では行きましょう。次の相手はドラキーか。まあでも、お決まりのモンスターって感じだよね。ここが私たちの住むイブリ村なの。これもな。村の外に出てはならんと言ったのに、またふらふらと。誰だい？あ、これか。ガルネ様、ごめんなさいなの。でもでも、すごい人に会ったの。人間か。これにそのタクト。これは、あるか昔にあった。忘れてんな。絶対忘れてるな、これ。知らないパターンだぞ。どうにも昔のことが思い出せぬな。だが、人間とタクト、そこに何か意味があったような。なんだろうな、このガルネ様はキラーマシーンみたいな感じなのかな。古い機械っぽいよね。ちょっとこの国の王に聞けば、もしかしたら何かわかるやもしれぬ。うん、こうじゃないんだ。王様にはどうやったら会えるの？そうじゃの、王様に会いたいものはとても多い。今は5年待ちだとか。5年は長いの。だが早く会える方法もある。お城で開催されるマスターリーグ、そこで優勝するんじゃ。優勝すれば王様に謁見できる。過酷な道じゃが、それが一番早く会える方法じゃ。聞いたぞ、聞いたぞ。お前たちマスターリーグに出るんだって？それならオイラと腕試しだ。ドラキー、喋れたのかお前。急に何なの？でも、ロコエモンなら絶対に負けないの。モナン殿、絶対的信頼を得てますね、私。障害物を越えて攻撃ができる。マジ？メイラ！マジか！こいつは？こいつはいける？先行好き。いけんだ！マジか！強っ！先行好き。ふぅ！負けた負けた！すごいな、お前たち。なあなあ、
マスターリーグに出るならオイラも連れてってくれよ。あれ、俺最初こんな声で喋ってたっけ。マスターリーグはこの大陸中から強いものが集まってくる。仲間は多い方がいいじゃろう。うん。オイラ、大会の優勝者に贈られる聖杯っていうのを見てみたいんだ。だから頼むよ、相棒。相棒って言われる筋合いねえけどな。もう相棒？気が早いの。細かいことは気にすんな。へへ。よろしく頼むぜ。倒した。おー、レベルアップ。結構簡単にレベル上がんだな。新スキル習得、氷結斬り、いいね。悪くない。なんと、ドラキーが起き上がり仲間になりたそうにこちらを見ている。おう。ドラキーが仲間に、ん？仲間に加わった。いいえとかはいとか選ぶ選択肢なかったな。選択肢の余地もなく、無理やり仲間になったぞ、こいつ。マジか。なんだ。ちょっと期待したのにな。弱点を狙え。推奨戦闘力220。上がったね。上がったね。こっちが342にあんのか。で、ここは基本変わんないと。うん。よく見れば、そなたの持っているそのタクト、裏の石がついておるではないか。え、ルーラの石？一瞬で別の場所に移動できるっていう。早速。あ、来た。え、ルーラの石？一瞬で別の場所に移動できるっていう。早速飛んでみるの。ほら、モナン。待たんか。勢いで行動してはならんと。待たないの。すぐ出発なの。ゼマ急げなの。ルラなの。やれやれ。まったく。ロコエモン。すまんな。モナンをよろしく頼むぞ。お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 。わ、建物がいっぱいあるの。ここ、冒険の拠点にぴったりなの。わー、助けてーなの。今の声はあっちからなの。見つけたの。スライムがモンスターに襲われてるの。スライムか。ロコエモン、助けてあげるの。スライムか。次は超弱点、超弱点。おお、モモンジャーとシマシマキャットだっけ。抜群を狙おう。性表示。へぇー、そんなのあるんや。なるほどね。とりあえずは進むしかないよな。待機。はい。で、メラ。おお、メラ範囲広いな。メラしよう。超弱点だしな。よし、18。結構強い。メラ強くねえか。氷結斬りが弱点だな。よし、いけ。よーし、強い。なんだこいつ。なんか特別なスライム感あんな。助かったー。君たち、本当にありがとう。だけどすごいね。あんな凶暴なモンスターをあっという間に倒しちゃうなんて。あ、僕は物知りスライムのスラクト。私はモナン。こっちはロコエモン。で、スラクト、なんでここにいるの？僕、世界中を旅してるんだ。自分の知らないいろんなことを知るのが大好きでね。たまたま見つけたこの場所には面白い本がたくさんあったから、しばらく立ち寄ってみたんだ。ところで君は、まさか人間？
君は一体何者なの？ふ、驚くのも無理はないの。特別に教えてあげるの。ここで終わる？マジか。てってん。F ランク、D ランク。まあでも S ランク欲しいよね。SS とかあんのかな？なんか二軸尺は見たけど、どうだろうな。他の S ランクがどんなモンスターなのか気になるよね。ボス来た！凶暴なベビーパンサー。ベビーパンサーがボスか。いいね。お、仲間になるぞ、しかも。なんか石あんな。ヘッドストーン。ランクアップに必要な強固な赤色の石。なるほど。行くか。ウェイトとかあんな。重量制限みたいなのあるっぽいね。へえ、王様に会うためにマスターリーグに出るんだね。ロコエモンのことやタクトのことを王様に教えてもらうの。その度、僕も一緒に行っちゃダメかな。人間なんて本の中でしか見たことなかったから知りたいんだ。大歓迎なの。スラクトはきっと物知りなの。頼りになるの。ありがとう。僕にできる限りのサポートをするよ。ロコエモン、よろしくね。あれ？今そこの茂みで何か動いたような気がするの。ブルルルブルルル。おそらく凶暴した魔物だ。凶暴化した魔物だ。危険だから離れて。僕が全員やっつけてあげるよ。おお、かっこいい。マジか。ベビーパンサー。かわいい。かわいいな。4マス移動できて攻撃力が高い。マジか。4マス移動って強いな。やっつけろ。スライムもいんのかよ。威嚇している。攻撃力下がる？出して。下がんないな。気のせいだったわ。よし、とりあえず、ここ行くでしょ？はい、待機。で、猫に殴られる。ドラキやられる。ドラキって普通に殴ったらどうなんだろう？強いのかな？メラ取得？弱点か。いいね。ってことは、あー、なるほど。なるほどね。撃てる場所、決まってんだな。はい。猫来た。俺はもう先行好きでしょ。ほい。よいしょ。オッケー。で、メラ撃って、めちゃめちゃいいとこ来てくれんじゃん。お、強い。リングブロー。で、氷結切り。半減か。半減か。普通に殴ろう。よいしょ。オッケー。楽勝だな。さすがチュートリアル。私はどうにかかじられずに済んだの。ゴロ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 。スリ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 。ベビーパンサー懐いてんな。でも喋れねえんだな。とってもいい子なの。この子、ロコエモンのタクトを見た途端急にいい子になった気がするの。そんな凶暴化した魔物がおとなしくなるなんて、今まで旅をしてきてこんなことは一度も。君とそのタクトは一体。この子、あなたと一緒に行きたそうなの。仲間にしてあげるの。ガウ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 。かわいい仲間が増えて嬉しいの。モナンドの死なないんだよな。うわ、俺の知ってる腐った死体とちょっと違う。こんなハゲてたっけ。あれ、こんなハゲてたっけな。あれ、腐った死体だよな。
腐った死体ってこんなハゲてたっかな。ひひひ、見たぞ見たぞ、見てしまったぞ。凶暴化した魔物を仲間にしてしまうタクト、それを操る人間、これは魔王様にご報告せれば。ひひひ、多分こんな感じ。あのハゲたゾンビなんだろうな。でもなんか腐った死体感ないから、普通になんかあれだよね、ホームレスみたいだよね。ね、ジェム、ゴールド、ストーン、ゴールドしけてるよな。10ゴールドって。なんとベビーパンサーが起き上がり、仲間になりたそうにこちらを見ている。ベビーパンサーが仲間に加わった。かわいいな、踊ってる。次へ。ここでチュートリアル終わるかな。どうだろう。装備錬金第2章、何章まであるんだろうな。でもまだあれだな、スカウトとかは解放されてないっぽいよな。はい、じゃあ第2章が出たということでね、とりあえず一旦ここで終わろうかなと思います。で、次回はまた2章の方をやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。